ごきげんよう、シャオ君。今日はノープラス比較級について勉強していこう。非常に学習者にとって難しい項目だ。まず結論から言おう。ノープラス比較級、この時のノーは予想外に差がないということを示す。これをぜひ覚えてくれたまえ。どういうことかわからないって？問題ない。今回の私の授業を受けてくれれば、誰でも簡単にノープラス比較級を理解することができるんだ。まず一つ目の英語を見てみよう。He has more than $100. 彼は100ドル以上を持っている。そう、これは誰でも簡単にわかる表現だ。では二つ目の表現を見てみよう。今度は比較級の前にマッチという言葉が入っている。そう、このマッチは彼が持っている額が100ドルよりもはるかに多いということを示している。例えば200ドルとか300ドルとか400ドルを持っているということになるわけだ。さて、このマッチの位置にノーという言葉が今入っている。一体何が起こっているかわかるか、翔くん。そう、まずノーという言葉、これ実は予想外に差がないことを示すんだ。こっちのマッチが差を示す言葉だったわけだから、ここに入ってくるノーも当然差を示す。予想外に差がないということは、彼が持っている額は100ドルよりも多いと思ったら、なんと100ドルだったという意味になるわけだ。諸君考えてみよう。例えば今から君たちに私が120ドルをあげると言ったらどうなる？みんなは喜んで120ドルを期待するはずだ。ところが実際私が諸君らに渡すお金が100ドルだったら諸君らはどう感じるかな？そう！120ドルもらえるって思ったのに100ドルしかもらえなかった。非常にがっかりとなるだろう。そう、このがっかりする感じ。あれ？思ったほど差がなかった。No more than 100 dollars。 これは、そう、数が少ないという意味あり、結果的にこの3番の表現は、彼は100ドルしか持っていないという解釈が成立するということだ。では諸君、このルールをいくつかの英文に当てはめながら一緒に練習していこう。まず一つ目の例文。He has no less than $100. もし仮にノーがなければ、彼は100ドルより少ない額を持っているという意味になるよな。しかし、なんと予想外にも差がなく、彼は100ドルを持っていたということが分かった。彼が持っている額が90ドルとか80ドルだと思っていたら、なんと100ドル持っていたわけだ。多いと感じるよな。だから例えば1番は、彼は100ドルも持っているというふうに解釈することが可能なんだ。2番どうだろうか。 He is no taller than me。 もし仮にノーがなければ、彼は私よりも背が高いということになる。しかしだ諸君、彼は私よりも背が高いと思っていたら、なんと予想外に身長が同じだった。自分よりも高いなと思っていたら、実は同じだと言われたらどう感じる？そう、思ったほど高くないというふうに感じるはずだよな。だからこの2番も、彼は私と同じくらいの身長しかなかった。ま、そんなに高くはないというような意味になるわけだ。3番も全く同じだ。He is no older than my brother。 ノーがなかったら、彼は私の弟ないしは兄よりも年上だという意味になる。しかし、ノーがつくことにより、なんと予想外に年上かと思いきや、実はそうではなかった。予想外に同い年だった。あれ、思ったよりも若いのかもしれない。こういう解釈になるわけだな。ラスト、4番。He is no more intelligent than a monkey。 もし仮に脳がなかったらどうなるか。彼はお猿さんよりも頭がいい、賢いという意味ある。しかし脳がつくことによって、なんと彼って猿よりも賢いかなと思ったら、予想外に猿と同じぐらいの賢さだったと。彼はね、残念ながら猿並みの知性しかないという意味になってね。まあちょっとお猿さんには失礼かもしれないが、実は彼はバカだったという意味になってしまうわけだ。どうだろう諸君、なんとなくイメージが湧いてくれただろうか。ノープラス比較級というのはどれも予想外に同じだった。もっと上、もっと下だと思っていたら、なんと同じだった。これが非常に重要なニュアンスとなるということを覚えておいてくれたまえ。諸君らの健闘を心より祈る。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.